皆さんこんにちは。夢宿したらメルティーピンク担当中学2年生リーダーのカレンルンこと笹川カレンです。今日は大好きなフルーツジッパーさんのハピショコを歌います。そして1点ちょっとお願いしたいことがあるんですけれども、最初の振りの時にですねチョコをもらう動作があるんですけど、今回私が1人ということでちょっともらえないので、定価空いてる方はぜひ超えていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それでは聞いてください。フルーツジッパーさんでハピチョコ。そろそろ考えなくちゃ、みんながちょっとうるさいし、まずは作戦会議。 OK だね、今から始まるラブストーリーとかそんなんじゃないし、本命なんだし、今日が本番なんて嘘嘘、大事なのはここから2ヶ月でじれたいな、大人になったってドキドキしてたいもんなって大体は決めました。ご自宅用ですかってなんでわかったの。そうでもやっぱでもそわそわしちゃうよ、そりゃそうだけどね、余裕見せたらそれも変かな。ねえ呼び出しのってなになに、今日のところは帰って楽しい No、 でもあれ私が欲しかった可愛いやつじゃない、気になるこれかと思う。担当中学2年生リーダーのカレンルンこと笹川カレンでした。ありがとうございました。